はい、ご機嫌いかがですか。伊沢元彦です。現在岩手県盛岡市で盛岡分子劇という、お芝居に出演するところでこんな顔をしておりますが、これは舞台メイクでして、役は三遊亭園長、ボタン道路という怪談の作者ですね、その作者としてまあ自分の芝居に出るというそういう感覚です。盛岡分子劇ってどんなものかっていうと、ちょっとこれご覧になってください。見えますかね。はい、ここです。はい、ボタン道路とありますね。下がりますよ。はい、これが、これは毎年盛岡で行われている文化人が素人芝居を見せて、で皆さんに楽しんでもらおうということで、もう25年続いています。はい、これが配役ですね。いろんな方がいらっしゃいます。はい、私もこの辺に乗ってますかね。なんと市長さんも出るんですよ。この辺が盛岡の演劇好きの土壌を表してますね。ちょっとこの 楽屋というか準備室かな、ご覧に入れましょう。はいはいはい、今着替えてる人もいますね。はい、そしてあそこに右の方にいるあの若い女性たちが地元メイキャップ学院のまあ練習生というか学生で、これボランティアで、我々のメイクをしてくれてるわけです。ここは公民館にもなってまして、で、その一部が盛岡劇場と呼ばれてるわけですね。例えば小道具、例えば持ち道具、大道具といった方々は、まあ、市の職員であったり、あるいはバイトの方であったりいろいろですが、この演劇を盛り上げてくださってます。こちらの方にいらっしゃる